そのやり取りというのはあげたりもらったりするのはコミュニケーションの手段ですねそのものに自分の思いを乗せて差し上げるわけですよねだからどんな思いを乗せているかっていうのは常に常にね自分で意識しといたらいいかなと思いますね例えば自分の存在感を誇示したくてそのものをあげようとするのかあるいはその人への感謝の表現の形として あるいはその人を応援したくてあげようとしているのか、まあ結果ものは何でもよくって、自分がどういう思いで物をあげようとしているのかっていうことは、よくよく抑えておきたいなって私自身も思いますね。その乗せた思いが結果自分に返ってくるから、動機がすべてを決定するから。なるほど。 渡すものだけではないということですね。そうですね。だからそういうどういう気持ちね、どうだっていう気持ちを乗せてるのか、本当にありがとうと乗せてるのかで、で受け取る側はそれは敏感に察知するし、そのものの価値も違ってきちゃう。それが一つね。はい。つまり本来はそのより良いコミュニケーションを築く。 ためののの潤滑剤ですよねねやりり取というはプレゼントのやり取り贈り物のやり取りというのはねだけど何かしらの違和感を覚えるそのもらったものに対して違和感を覚えるにはそこに乗った思いに対して私たちは敏感に気づくから。思いが乗っていることは相手に伝わっているということなんですね。もちちろんでですす私た全身センサーからね それを端的に言い換えると、もののやり取りには人間関係が映し出される。人間関係の基礎はどういう思いで関係を築いているか。だから、もののやり取りの中には人間関係が見えますよ。で、重要なのは卑屈さがないだろうか。ね、卑屈だからこそ、自分の重要感を誇示して。何かをあげようとするのかね。その人間関係において卑屈であるからこそ。 んかそのくれるものに対してあるいはくれるという行為に対して何らかのアクションを起こせない自分がいるかもしれないそれから最初の話ですね粗品をもらってお得感を感じるっていうのは自分自身の自己重要感というかなそれを損なっている可能性が大いにあるその程度の自分というね。ほど程度で満た だから自己重要感を育むためにも過剰に粗品とかおまけのものね好きでもないようなものをね価値を自分が見いだせないようなものをため込んでるとしたらそれは。 手放していくということをね視野に入れてもいいかなと思いますね自分が例えば意図的に気に入っていてどうしても欲しくて手に入れたものであればそれは粗品であっても自分を満たしてくれるものとしてそばに置いておけばいいということでいいんですかそれは違うと言いたいですね確かにそういう場合もあると思いますでもそういう場合は少ないですだって粗品ですよ粗品荒い品ですよ粗品に執着してる 荒い品です。あくまでも荒い品。つまり波動が荒いということですよね。その荒い波動に自分の波動を。もし無意識無自覚で合わせてるとしたら。自分を尊重してないですよね。自分のことは尊重して、自分が自分をもてなしてあげなきゃ。そうです。粗品でもてなす必要はないかなって。そうですね。そう言われると粗品じゃないものでもてなしたいと思います。はい。そういうことですね。 自己肯定感とかね、自己重要感を満たすというのはとても大事なことなんですがここはね付け加えておきたいと思いますね自己重要感を満たすことは人生の目的にはしないでほしいなと思いますね目的にはしないんですかそれはね、自己重要感を持つってことはとても大切なことだけどそれ自体は目的ではないですそれ自体を目的にしたらね、自己中心的になりますね 私は重要なんだ重要なんだ重要なんだということをねアピールすることを目的としたらそれは自分中心で世界が回るって言ってるのと一緒のことじゃないですかなるほど自分自身が重要な存在だという風に認識することは必要だけどそれ自体を目的にして行動するとおかしな結果になりますよつまり大切なのは貢献なんですよねもちろん自分自身の貢献も含めた上で他者への 貢献ですでも他者に貢献しようとするときに自己重要感がなないいとでできんす他者貢献は自分が自分として重要な存在なんだと自分自身が思えたときにそこからあふれ出るエネルギーを持って他者貢献につなげていけるわけ。なるほで自分に自信がなくて自分自身をこう 卑屈な状態に置いといて他者への貢献はエネルギー不足エネルギー不足が起きるだけですうん。で他者から評価されたら自己重要感が満たされるうそれは確かにそうなんだけどベースが自己否定なので底のないバケツに水を注いでるようなところになりますねうん。貢献することを自己重要感を満たすために 利用してもすり替えが起きちゃうすり替えということなんですでもそれをいくらやっても自己重要感がないから穴の開たバケツのようにたまらないということですだからやっぱり人生の目的は他者の命に対して貢献ができることだと私自身は思ってるんですよねでそれを自分が重要ですよ重要ですよ重要ですよ 言っていくくこととは全違うんですよねでもベースとしてな自己重要要感必それがあってこそ他者貢献につなげるし他者貢献ができた時にさらに自分自身の自己重要感というのはおのずと満たされるおのずと満たされるけれどそれを目的にしたらおかしななこととにりますよそれ自体を目的にするのではないということですね。 DVD 付き断捨離入門講座は Amazon や書店ではお買い求めいただけませんスマートフォンでご覧の方はどうぞ概要欄からお申し込みくださいそしてテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みいただけますお待ちしていますありがとうございます YouTube をご覧くださりありがとうございます ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いしますさらにお得な情報はここからゲットしてくださいね